なんだこれ、地面を掘り返したような跡だよね、うん、ずっと続いてるし。これさ、いや俺もそう思うんだよね。人間はこんなことしないよね、うん、まあ見つけ市営住宅5階までクマが来るくらいだから、ここにいてもおかしくはないよな、うん、まあ、この地域のクマおかしくなってるけど、とりあえず弱ってるからね。まあ何かあったらもう 殺すけど。こんな辺にはクマいないと思うんだけどね。生息域からかなり距離がある。でも今年は分かんねえな、どうなってんか。どの足跡だろう。イノシシかな。ああ、それか。ひずめが2つか3つだな。トラックのエンジン音がしたね、うん、でも足跡ずっと続いてるな。襲われねえかな。イノシシの方が強いかもしれないしな。うん、これパトカーのナンバープレートも一撃で吹っ飛ばしたからね。しかも長岡市だっけね。これ完全に獣道だね。足跡ずっとついてるしさ、なんか草のトンネルになってるし。すごいところだ。で、まあ道はこっちだろうな、多分。険しいな。